全くことですでは、ゆりも何も理解できねえ。どうぞここをお通りください。雪だるまから感謝を込めて。君たち生きてるのね。ああ、もう会話ができない。もうただの雪だるまに戻ったなんか悲しい。びっくりした、これ壁じゃないんやね。この辺なんかできないか。セーブします。さあ行こうぜ。これはパレットなんかちょっと距離がね短いけん。そしてこういう時のね、ポコピーない。ポコピー永遠乗ってこ乗っとけるもんね。ポコピーが登場してからさ、マジでパレッタいらんくね。え、落ちた。どういうことやねん。え、どういう仕組み、なんで落ちた。そういう感じやっけ、ポコピーえ、そういう感じでした、ポコピー。なんだよ、何をどうすればいいんだよ。え、これどうやって進めるの。割れないの。ピンキーか。めちゃくちゃ狭い場所やけど大丈夫？ひー、だ、おお、割れた割れた。あ、よかった。進めんかと思った。あ、これは殴る感じ？え、違うな。こうか。なるほどなるほど、これで渡れる。ひー、やだー、ベロリ、いや、先制攻撃。進みまーす。もしかしてもうコイン尽きたか。むちゃくちゃ登っていくな。マジで君邪魔なんだって。超邪魔なんだって。これいつもさ、どの辺なんだかが全くつかめんのよね。え、何しにあったんやろ。無意味にあったブロックなんかな。なんかある気がするけど。お、こっちも行ける。なんか両、あー、でもあっちになんかスイッチあるな。だってあれよね、クリスタル神殿に向かうまでの道でなんか、見えない、なんちゃらかんちゃら、みたいな。目に見えるものだけが全てではないみたいなによったよね。見えんな。見えんな。これまた落ちるんかな。え、ポコピーそんな落ちるとかあったっけ。めっちゃ落ちるやん。どういうことなん。別に普通に何もせんでもいけるとか。何もせんでもいけたら、ポコピーも落ちんか。何これ。石ころをゲット。ただの石ころを投げて敵一体を攻撃できる。ち、邪魔邪魔邪魔。別にいらん感じかな。何？じゃあどうすればいいの？え？あ、なんかあそこにブロックあるな。やっぱただの無意味なやつじゃないよね。確実に、そんなわけ。これ持ったまま二段ジャンプできんのやっけ。あ、バッチ？ウルトラキノコ、アイテムやった。食べたらとっても元気が出るキノコ、HP が50回復する。やったー！ 50 もないけど HP。とりあえず寒いもとか。捨てて。よしよしよし。え、違う違う。いらない、いらない。邪魔だな。で、何なんだ、あと。自分が渡っていくんじゃなくて、あれだよ。カメキか。ほら、遠くのものを取ったり、スイッチを押したりできる。カメキの活躍ってなんかマジで最初の方しかなかった気がするけんさ。もう全然こんなん忘れとるよね。え、なんか、え、どうした？分裂した？むむむ。うわぁ！なに？うわ、俺っちにそっくりなやつが。そんな一人称やったんやっけ？もうしばらくなんか話してない気がする。お前は誰っすか？名を名乗るっす。俺っちはカメキだ。お前こそ何者だ？なんだって？そんなわけないっす。俺っちこそがカメキっす。なんか、慌てふたまいとるこっちの方が本物じゃない？知らんけど。
何を言ってるっす、本物は俺っちっす。こっちなんか落ち着きすぎとる気がするんやけど。マリオさんならわかるっすよね、あいつは偽物っす。なんかこっちを受け、何あのもう一人の方を受けてこっちがなんか冷静に返しよるっていう感じが。そんなマリオさん、俺っちのことわかりますよね、俺っちが本物だって言ってくださいよ。うるさい、黙れ、俺っちが本物っす。絶対右側やと思う。おお、前こそ黙れ、俺っちこそ本物っす。マリオさん、どっちが偽物か選んでほしいっす。偽物を選ぶのね。俺っちのフリしてる偽物はハンマーで思いっきり叩いたらいいっすよ。うん、分かったっす。俺っちと勝負しようってんなら受けて立ってやるっす。マリオさんはちゃんと俺っちのことを分かってくれてるって、分かってくれてるっす。俺っち信じてるっすよ、マリオさん。じゃあお言葉に甘えてですよね。何そのなんか後頭部から出てる毛かわいいね。なんで俺っちが偽物だって分かったんだ。あ、元から君の一人称も俺っちなの。まさか勘で叩いたとか言うんじゃないだろうな。いや、君の方がなんか冷静だったんで。負け惜しみは見苦しいっす、この野郎。マリオさんを試すなんて10年早いっす。なんだと？こうなったらやっつけてやる。おー、なんか戦闘に突入した。かわいいな。とりあえず力を抜いてしとくか。あれだな、一回村に戻った時に回復しとけばよかったな。ね、スターパワーが、体力はまあいいとしてスターパワーが。体力もう満タンになったしな。カメキアターク、どれぐらいなんやろ相手。どんなもんかちょっといまいちよくわからんけど。あ、でもノーダメージだな。ってことは全然大丈夫か。またあの弱っちいパターンってことやな、きっと。きっと。おお、変身した。君たちはカメキにしか変身できないの？あ、それとも今私が背後につけとる仲間に変身するって感じなんかな。わからんけど。あ、弱い。やっぱり弱い。なるほど。じゃあもう全然いけるね。でも若干なんか与えるダメージが減った気がする。カメキになってから。何？あれか？甲羅のせいでか？かわいい。起き上がれんくなっとる。ん？あれはもう攻撃力ダウン。なくなったんかな？あ、でもやっつけたけんいいや。またまた弱かったなぁ。あ、逃げてった。何か言葉残してけよ。これなんか壊れんのか。なんか壁伝いにさ、いやなんか入る場所とかありそうじゃない？来ないでよ。でもこの先に進む感じやな。ちょ、一回さ、上に上がりたいね。こっち上がれるようになっとったやろ。絶対なんか、お、仲間を一人ランクアップできます。どの仲間をランクアップしますか？じゃあどうしようかな。ピンキーどんな感じになる？敵全体を攻撃するウルトラ爆発。ふんふんふん。炎の甲羅で攻撃するファイヤーコーラ。敵を連続で攻撃する連続頭突き。頭突きの頭って数に点々じゃなかったっけ。敵全体を攻撃する乱れ飛び。敵全体を麻痺させるしびれ波動。ウルトラ爆発にしよう。この仲間をランクアップさせますか？はい。お願いします。ピンキーはウルトラランクになりました。なんかウルトラランク乗ったら見た目が変わるみたいなの欲しいな。なんか変化がないけんね。何これ、キラキラ落としを取りますか？え、なんか怖いな。ん、なんかいっぱいあるな、アイテム。これなんか1個しか取れんとかある？
何？ここまでか。なんか一個取ったら他がなくなるとかありそうじゃない？ないんかな。ないんかな、別に。どうしよう、キラキラ落とし、これ雪やコンコンやろ。で、雷、どれが一番攻撃力高い？でもここ寒いとこやけん雪やコンコンはなんかな。あ、別にあれか、あのタイプの相性みたいなのないけんダメージの増減はないんか。なんとなく雷にしよっかな。雷ドッカーンを取りますか。取ります。アイテムが持ちきれない。アイテム、あ、キラキラ落とし1個持っとんやな。ぐるぐる目回しが別にいらんかもって思ったけど、え、あれやん、アイテムを入れ替えれない、なんてことだよ。ちょっとピンキーここで爆発してくれん。くそ。くそ。入れ替えさせろよ。いけんやないか。でもこの後、ボス出てきそうじゃない？多分ボスのための準備よね、あれ。なんかあれはありそうな気がするけん。あれ？え、びっくりした。え、あれのことかな、もしかして。なんか、星のマークあるよ。何かをはめる穴だ。星のせいじゃない？ここから落ちれる？あ、落ちれた。これがもしかして目に見えない道とやら？あ、ひびある。絶対、ちょうどピンキーやな。ダーン。よっしゃ、行こう行こう。これがきっとクリスター神殿や。なるほどなるほど、あそこで行き止まり、え、うおー、すり抜けた。あ、これさっきんとこにはめるやつやね、きっと。かわいい。あー、マリオ、よく来ましたね。あなたのことは知っていましたよ。ふふふ。どうして知っているか不思議ですか？私の名はクリスタール、星たちのメッセンジャー。私はあなたもご存知のデアールやスタールの先祖です。あなたのことは夢の中で星たちから聞いていました。ここは寒い寒い山の祠。ここで私はクリスター神殿へ続く道を守っているのです。あ、これはまだクリスター神殿ではない。なるほど。さて、本題に入りましょう。星を祀っているクリスター神殿に、クッパの手下たちが入り込んでいるのは知っていますか？そこであなたには、伝えねばならぬことがあるのです。よく聞いてください。今は時間がありません。手短に追いすぎて話すので、聞き逃さないようにしてくださいね。え、そもそも事の起こりは、ずっと昔に遡ります。手短に話すのになんか昔語りしだした。私がまだ裏若き乙女だった頃のこと。え、いいいいいい、そういうの。ある日、裏山で恐ろしい事件が起こったのです。私は直ちにそこに向かい、でしたが、けれど、やっぱりそれは、だったのです。わからんわからん、重要なところが全くわからん。まあ、なんということでしょう。で、が、だったとは、全く、ことです。で、は、ゆりも、何も理解できねえ。超語るやん。ネオリオマリオ。え、それで手短なの？というわけなので、クリスター神殿のクッパの手下を追い出してほしいのですが、そこだけ言えばいいんじゃないか？む、あなたちゃんと全部聞いていましたか？聞いてるわけねえだろ。え、聞いてます。ならば良いです。つまりクリスター神殿に行くには、このスターストーンが必要なのです。ふんふん。これをあなたにお渡ししましょう。でもなんか周り、あ、取り出された。これがあればクリスター神殿の道が開かれます。持っておいきなさい。うん。手短に話してしまって大丈夫かしら。めっちゃ長かったみたいやけど、手短じゃなかったらどんだけかかったんやろ。何日とかかかったかもしれん。少し心配ですけど、いずれまた全てお話しする日もやってくるでしょう。あ、いいです、いいです。あなたの健闘を祈ります。あざっす。